いろんな種類食べたい派ですか、それともなんか同じやつをガッツリ食べたいか。1個で1個だな。やだ、それ1個。あ、すいません。うちで言うと慎太郎が先陣切ります。あ、そうなんだ。そろそろみんなで飯だなっつって。偉いな。みんな恥ずかしがってんでしょ、どうせ。行くのめんどくせえっつって。本当は行きたいくせに。でもそうやってなんか強引にでも誘ってくれる人がいないと、俺らも行かなくなっちゃうんだろうなっていう。皆さんこんにちは、中丸銀河チャンネルです。本日はですね、チャンネルとしては初めての後輩になりますかね。うん、ちょっとね、まあ会うっちゃうんだけど、なんか今日2人来てもらってるんですよ。そうそう、同じグループでね。で、なんか最近あんまり話してないなとか、飯行ってないなみたいな理由もあったんで、ちょっとはい、呼んで。歌声が聞こえたな。行ってみますか。ちょっとね、ご飯食べようかなと。ハンバーグステーキショップですかね、お店ですね。はい。ああ、おはようございます。おはようございます。おはようございます。何？おはようございます。おはようございます。いや、朝早いからすいませんね。いやいやいや、本当に困ったよね。いや、困った。いや、ストレートに言う。ストーンズのジェシーとコーチ、お願いします。お願いします。そして中丸くんです。中丸くんのチャンネルなんだよ。ここよく来るんですか。来るんですか。あ、初めて。あれ初めてじゃないかもしれないけど、でも多分10年前、15年前とかのレベル。そうですか。昔さ、一時なんか流行ってなかった。いや、めっちゃ流行ってました。僕たち渋谷の方だよね。そう、2人で食べたもんね。そうです、去年の去年 MV 撮影の合間に。そう、二人で渋谷の店舗の方ですけど食べて。あ、そうなんだ。はい、馴染みのある。馴染みあります。だからなんかここに中丸くんも思い出あるのかなと思って勝手に来たら、ね、ないんだよ。ないんかいっていう話ですね。でもその流行ってるっていうのは、そのほら会社内でタレント内で流行ってたみたいなのが昔あって、はいはいはい、今もそうかもしれないけど、今もそうです。で、僕が、だからジュニアの頃かとかは、なんかちょっとこの店に来るのが一個ステータスみたいな。先輩と行っちゃった俺みたいな、ちょっと自慢できる店みたいな感じだったんです。それが12年前ぐらいですか。ね、もうそれはもっと前だけど、もっと20年ぐらい前だけど。そうデビューして12年じゃないじゃん。もう20年しかない。いや、変わらないから。確かに去年デビューしたかったって言っちゃって。それはないんだけども。何をするの。ちなみに、いや、もう前回どれぐらい食べれるかにもよりますよね。いや、腹減ってんだよ。僕いろんな種類食べたい派ですか、それともなんか同じやつをガッツリ食べたいか。1個で1個だな。やだ、それ1個。あ、すいません。ね、俺いつも感心するんだけどさ、早くないテンポジャグの。いや、押さえたようですよ、これ。あ、本当。ちゃんと突っ込む中丸君ぐらいですよ、本当に。何人かストーンズはもう3回に1回触れるだけです。あ、そうなんだ。あとは無視。それで空気みたいな。空気です、本当に。で、なんかこの間も週一のさ、なんかインタビューとか受けてたじゃん。ああ、ありましたね、はい、なんかゲームとかやってたじゃん、はい、めちゃめちゃテンポいいなと思って。いや、それやかましいなと思いつつも、半分感心しちゃったもん。編集に助けられてるから。あ、編集ね。結構現場ではね。いやいやいや、もうどっかんどっかん。オリンピックの開会式で盛り上がってました。めちゃめちゃやん。そうですよ。はい。あ、いや、俺チーズ行くわ、チーズ。じゃあ俺も同じで行きます、みんなさんと。いいの。はい。見た目的に大丈夫ですか、このインサートで。違うの方がいいですか。まあ、いや、これもテレビじゃないからいいんじゃない。もういいですか。もうなんかあれなんだね、テレビの業界の人になっちゃったんだな。いや、なってないです。僕たちも考えないんで。あ、そう。考えるのかな。はい、す。注文。うん。表記5000円。注文しました。あ、コーチさ、ボイパやってんの。そこなんですよ。たまに癖で出してますけど。あ、そうなんだ。ちょっとあれだったんですけど、歯のあれ治療終わって、うん、やっとできるようになったんで。あ、環境整った。あ、そっか。はい、環境整ったんで。練習じゃたまにしてる感じなの。たまにちょっとお風呂場とかでやったりとかは。いや、でももう俺は分かるわ、でも目見れば。あ、もうこいつは情熱もう消えたな。いやあ、もう違うとこに行っちゃったんだ。そうそう、ファッションだったんだなって。いやちょっと残念だった。じゃあ、でも本当に全然ありがとうございます。ウーロン茶。あ、ウーロン茶です、すいません。はい、で、ペプシコ。あ、でも、はい、あ、でも本当にやる気しかないです。本当にお疲れ様です。おめでとうございます。ありがとうございます。あ、いや、なんか悲しいわ。最初はなんかほらめちゃめちゃみなぎってたじゃん。いや、やったりますねみたいな。知ったらちょうど歯が悪さし始めて、うん、そっから
治療が終わったんで、うん、ちゃんとやりたいなっていうのをちょっと本当に相談しようと思ってて。本当は？はい、あの俺目見たらわかるよ。いやでもみんな言うんですよ、会ったら、いやちょうど話そうと思ってる、後輩みんなそうなの、ちょうどご飯行きたいと思ってみたいな、連絡しろよっていう。ねえ、ね、一応マイクとか揃えてるんで。あ、そうなんだ。はい、確かにそれは全部あるんで。マイクタイソンと、いやいやいや、その人じゃないんだよ。マイクタイソン揃えられたら俺すごいよ結構3回に1回か。いやでも本当にちょっとこれはあれなんですよ、またちょっと連絡しようかなと思ってたところ。いや変な話さ、はい、あの関西のさ、ジュニアの子でさ、丸岡君買ってあげてましたもんね、うんうん、そう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 、マイクとスピーカーと。でどこまでまあ上手くなるかななんて思ったんだけどさ、はい、あのワッシュイキャンプ聞きに行ったらさ、はい、あ結構上手くなってたよ。あ、やってました。ちゃんとやってる。ちゃんとやるでしょ、それ。そうそうそう。そんなベッベッベッチキチキってなんでしょ。いや、なんかちょっと目立ちたいぐらいの気持ちじゃなくて、本当に上手くなってるわと思って。なんか今本当に YouTube とかいろいろ調べててもなんか、うん、イシューが多いっすよね。ちょっとなんか普通のベーシックっていうよりもなんかちょっとレーザーの音だったりとか、はい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 、上がってんのよ。めちゃめちゃ上がってますよね。すごいですよね。だって20年前なんかさ、はぁみたいな、え、ボイスパーカッションとビートボックス何が違うの。いや、そうなってましたよね。今の子はもう分かってんだから、もうそれがみんな特技になって、むしろそれをそうなりたいっていう人たちがいっぱいいますもんね。そうそうそう、それで大会もありますしね、うん、そうそうそう、なんかさ、新技っていうかさ、1個身についたみたいな最新の技とかなんかあったりするの。いつも全然です。ダメじゃん。ダメです。引っ叩いてください、1回。それでは失礼します。あれすごいですよね、サイレン。あ、できた。あうんうんうん、あ、すごい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 、下唇で下、そうですね、へぇ、ハトじゃねえ。いやいや、あのマリオ。あ、ドカンね。ドカンね。最近どうした？最近ツアーとかも終わった。あの来月からです。あ、来月から。2月から。2月から。今じゃああれだ、準備中だ。そうです、準備中です。今日もこの後稽古で。へえ、はい。あ、そうなんだ。はい。お待たせいたしました。では油が飛びますので、紙ナプキンを準備します。そうそう、これこれね。半分ほどテーブルの上にお願いいたします。はい、うわー、いい匂いする。チーズです。目玉焼きラッシュをお二つお持ちいたします。こちらです。はい。はい。半分お願いします。こんな感じ。あ、これ半分。はい、ありがとうございます。じゃあ揚げるんですよ。あ、そうか。はい。ソースかけてくれるんで。あ、そうですね。はい、こちらです。はい。ま、もちろん。じゃあちょっと中丸くんのかけるところにインサート取ります。それで中丸くんにインサート取ります。そうなんですけど、お酒かけます。これやばいっすよ。気をつけてください。うーふん、やばいやばいやばい、うまい、どうぞ。いいね。あー、かめるかめる、いい感じ。あー、いやー、あー、おいしそう。なんなんだよ。あ、失礼します。昼からちゃんと肉食えるの幸せだな。あー、いいインサート。うわー、いや、めちゃめちゃうまそうよ。あ、ごめんなさい、 iPhone に飛んでます。それもね、リアルだね、ライブ感。このジョジョジョの音はボイパではないですか。これまだないね。ないですね。ハンバーグって言われた。はい、じゃあナプキン考えて。これは何、目玉焼きトッピングじゃない。はい、タリトレチーズハンバーグ目玉焼きトッピングになります。はい、先生、ソースの方をかけます。素晴らしい、お願いします。いいか。ね、これお化粧をして、うん、うわー、美味しそう。ありがとうございます。美味しそう。やっぱ編集ってアップにするとやっぱ外国人なんだよ。アップにしなくても外国人入ってる。外国人なの。そうなんですよ。うわー、美味しそう。食べよう食べよう。食べましょう。うわー、美味しそう。あ、うまっ。あ、うまっ。メンバーとはご飯行かないんですか。なんでかやん。行かないですか。でもあんまってことは、でも中丸くん、上田くんとはなんか。あ、たまに行く。そうですよね。うん。たまにね。いやでもそもそもだけど、もう昔から若い時からそんななんかみんなで行こうぜっていうのがそもそもなかった。そもそもなかった。そうそうそう。いや別に仲悪いわけじゃないけど。はい。うーん、おいしい。だからそれこそさ、誰かがさ、
肩振り役やんないとさ集まんなくない。まあだからもうマネージャーさんに言うんですよね、スケジュールをもう開けといてとか。いや最高最高でっかい。これそれで行って、うちで言うと慎太郎が、うん、先陣切ります。あ、そうなんだ。そろそろみんなで飯だなって言って、偉いな、言ってくれるんですよ。ちょっとコミュニケーション不足みたいな時に言うんだ。正直めんどくせえなって思う時もあるんですけど、うん、行ったら行ったら楽しいんですよね。またそうですね、うん、そうなんですよ。でみんな恥ずかしがってんでしょ、どうせ行くのめんどくせえっつって、うん、本当は行きたいくせに。でもそうやってなんか強引にでも誘ってくれる人がいないと、うん、俺らも行かなくなっちゃうんだろうなっていう。いやその通りその通りって言ったりと。やっぱコミュニケーション大事ですからね。大事、うん、大事。みんな何を思っているのか意外と分かんないんだよね。そうどう思ってるかって知ってそうで。そうなんですよ。あれ森本ってさ、はい、あれ何都市伝説好きなの。大好きです。あそうなんだ。もう好きあらばずっと話してるよね。へえー、ちょっと話合いそうだな。え好きなんですか。大好き。すごいよ。めっちゃ好き。毎月やってるそういう回。えじゃあもう誘った方がいいっすよね。ちょっと誘ってみよう。じゃあ今度川合俊一さん誘っていいですか。誰？川合俊一さん。なんで？川合俊一さんの面白いっすよ。あ、そうなんだ。そういう話好きな。大好きっす。うーん、昔ご一緒したことあるけど最近会ってないな。だ大丈夫。バレエのなんか偉い、ね、今偉いですもんね。会長さん。僕が今一番会ってると思います、プライベート。そうです。だって家まで行ってるんですよ。はい。なんで？仲良いんですよ。なんで仲良くなるんですか。なんなんですかね。だってなかなかきっかけとかないじゃん、そういうのって。まあもともと番組で共演させてもらったんですけど、その後共通の知り合いで、うん、川合さんとご飯行くよっつって、で行って連絡先交換させてもらって、うん、いやそこまではわかるよ。はい。まあ僕こんな感じなんで行きましょうみたいな。で本当に面白いんですよね、話が。あそう。面白いです。だって家行くじゃないですか。うん。ストーンズのグループラインに。うん、河合さんと仲良く飲んでる写真来たりとか。意味わかんない。家の写真送られてきたりとか。急に来たらびっくりするじゃん。そうなんですよ。でも大体それもツッコミと同じで3回に1回はみんなするっす。いやビール先輩が反応してあげて既読するわよ。あれやめてあげて。結構既読するぞよ。結構既読するっすね。で後々会った時に、まあそこの家すごくねって話してる、まあ、答え合わせみたいな。そうなんですよ。いやジェシーの特技だと思うわ。うん、はい、誰とでも仲良くなれるから。いや本当昔こんなんじゃなかったのね。シャイボーイですからね。あ、シャイボーイ。超シャイボーイでしたよ。なんかきっかけがあったんだね、じゃあね。まあだからテレビってやっぱり喋らないと出れないじゃないですか、うん、で当時生放送とかあって毎週月曜日に、うん、喋んないと出れない、うん、映んないしね。映んないし、まあ、それもありますし、毎回カンペにジェシージェシーって書かれてて、うん、もういいよ書かなくてって思ってたんですよ。なるほどね。喋るのやだみたいな。ああ、そうなんだ。でそういうのいろいろ学んで、うん、でやっぱふざけるのは好きなんで僕も。もともとね。そうです。だからまあ先輩方後輩もいろんなキャラクターの人いますけど、うん、なんかちょっといい意味ですごいなこいつ、ぶっ飛んでるなっていう印象でいたいんですよね。なるほどね。どんな時でも。うーん、半分自己プロデュースだけど、まあ、半分自然だしみたいな。そうですね。うーん、ジェシーがボケてたらもうなんか嫌な感じが一切しないんで。確かに確かに。またなんかあいつ言ってんなみたいな。いやそうなんですよ、うん、それがなんかやっぱジェシーの人間性だなと思いましたね。だって言うならばもうちょっとなんかストーンストアみたいな、うん、なんか一個のなんかあるわ。ありますね。ストーンイコールジェシーうるさいみたいな、うん、それをしっかり作ってくれたのがジェシーなんで。もしかしたら確かにテレビ局の人からしてもなんか意外とそういうのって大事じゃん、うん、この人とかバラエティ好きなんかなとか、この人は多分バラエティ嫌いなんだろうなとかで分かりますね。分かりますね。するじゃん、はい、そういった意味では分かりやすいんだろうね。うん、弟子は。あとなんか羨ましいのが弟子の、うん、なんか番組とかって例えばいろんな番組出させてもらうとなんか自分の場合ですけど、あこの番組やったらこの立ち位置で行こうかなみたいな、うん、ちょっと考えるじゃないですか、うんうんうん、なんですけど一切ブレないでどの番組行ってもこのまんまで行くんで、メンタルめっちゃ強い、ね、いやそうなんですよ。それだからなんかやりたいんですよね。いい意味で、まあ、溶け込むのうまいのは俺かもしれないですけど、うん、ずっとジェシーでいるのが得意なのはやっぱジェシーなんですよね。あとテレビとかってさ、なんかそういう立ち回り気にしてさ
それがもある種正解かもしれないけどさ、クラッシャーみたいな人が結局一番やってくるみたいな。そうなんですよ、わかりますわかります。でもたまには気使わないといけないんで、うん、そこも自分も落ち着きながら、うん、様子見ながら、はい、それは上手なんですよね、ジェシーは。じゃあシンプルおバカさんを演じてるっていうか、そのいやバカではあるんですけどね。バカではある、はい、うん、笑ってるんじゃん。よく知ってるスタッフが。めっちゃ前も5年もそんぐらいやってんの。はい、5年ぐらい、2018からだから、そうですね、6年目じゃないですか。めちゃめちゃ早いです。そもう最初はそれこそ今も残ってますけど、ジュニアチャンネルっていうところで、はい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 、みんなでやってて、うん、そっから YouTube プロフェッサーだったっけ。そうじゃない、出たの。そんぐらいから個人チャンネルなのかな、グループチャンネルかな。最初は難しかったんですよ、やっぱり。いきなりふざけてるグループとも思われたくないから、はいはいはい、まあ、アーティストとして見せようっていうことで、うんうんうん、全然面白いチャンネルやってなかった。面白いとか、そのバラエティ系をやってなかったんですよ。そうなんだ。そうなんですよ。確かになんかポスターの記憶あるもんな。はい、あ、そうです、そうです。かっこいい系のポスターだ、うん、そこでね、いろいろ言っちゃえば、うん、まだデビュー前だったんで、その時が、うん、ああ、そう、はい、なんで世間の人にだいぶ知ってもらえるっていうか、自分たちの世代の人たちにも浸透するっていうか。なるほどなるほど。で、ジュニアの時に持ってた楽曲、ジャポニカスタイルっていう楽曲があるんですけど、うん、それの MV 撮影もしたりして。ああ、そうなんだ。興奮したよね。うん、別の人だ。デビュー前ってことはジュニアチャンネルの方で見れます。おー、それは基本、そういうの撮らないじゃん。いや、そうなんですよ。もう僕たちもうわーってなるみたいな。めっちゃ嬉しくて、それ後に出すの、映像作品として、あ、もうそれは、ね、その YouTube ファンフェスタ用で撮ったんで、ジュニアチャンネルの方で出してるっていう感じなんですよ。だからそこで初めてストーンとして MV をね、撮ったから。じゃあその頃になるともうあれ、あ、いよいよちょっと世に出っかなみたいな。いや、デビューできんじゃねえかなっていう。そうだよね、うん、てかもうその時はもうデビューってなんだっていう話になっちゃって、音楽も世の中に出したのに CD 出さなきゃうちの事務所はちょっと不思議だったじゃないですか。デビューって言わないっていう。だったらもしかしたら配信デビューとかもありなんじゃないのかなみたいな。まあ、ある意味配信デビューだよね、うん、っていう思いはありましたね。そうか、まあ、時代が変わってね。確かに、うん、うちらもだからデビューする前とかずっとそのもうできんのかなって思いながらもできなかった時期に、うん、なんかあの DVD は出してたし、やっぱそれなりに売れてたから。そうですよね。これ CD 出せなくてもなんか DVD デビューでいいんじゃないかみたいな、うん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 、なんか話聞いて。いや俺はそれ反対派だったんだけど、いや、嫌でしょ嫌でしょって言うんですよ。 CD 出したよって、 CD 出したよって思ってたんだけど、でもそういう話確かにあったわけ。そうですよね。でも、うん、今ほんと自由だからね。まあね、だから今のそれこそ後輩のジュニアの子たちが何のデビューを目指して頑張るんだろうなっていう、そういう概念になってんだもん。もうなりますよね絶対。だってトラビスがね、配信デビューを先にそうねやって、サブスクで。そうか、そうか、そうか。まあだからまあどうなんだろうな、いいのか悪いのかは判断つかないけど、なんか選択肢は一般だ、うん、そうなんですよ。CD だけじゃなくて、プロデュースする気持ちとかあるんですか。ないの。もう終わりです。話終わりました。確かにさ、同世代もうやっぱそういうサポートする側もさ、やっぱやってる人も出てますね、はい、そもそもさ、はい、この人が仕切ってこの人がプロデュースしてくれるんだったら安心して任せられるってさ、もういわば人生ちょっと預けるような感じがあるんだ。そこが足りてない。みんな辞めようとしてたんですけどね。みんなもうこれで成功しないって心の中で思ってて、じゃあこれ最後のチャンスってことで失敗したらじゃあやめようっつって。いやだからなんか確かにね、そのグループとか CD とかにこだわらず何らかの形でなんかね世に出した方がもっといいんじゃねえかなとか。だって言っちゃえば、じゃあジュニアでグループ持ってない子もサブスクでソロデビューもしようともできますから、うん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 、いろんな選択肢が、うん、